サンダリングブルーは、イギリスの競争馬である。主な勝ち倉は2018年にヨークステークス、ストックホルムカップ国際。2016年4月にニューマーケット競馬場でデビューし5着。そこから1年以上もの間2着や3着など、構想はするものの勝ち上がれなかったが7月のエプソム競馬場でのハンデ戦で、初勝利を挙げる。 するとそこから本格化し3連勝を達成。34頭という多頭数で争われたケンブリッジシーハンディキャップで7着に敗れた後は休養に入った。2018年の指導戦は5着。その後3戦使って1、11、2着と抗争と盆走を繰り返す。なお、この2着に入ったレースからフランシスベリーを安城に迎えている。そして陣営は自創に、 G2 のヨークステークスへの出走を決める。フランシス・ベリー騎手を背に、オッツ6倍の評価を受けたサンダリング・ブルーは前を行くブロロッコとイラー・カムをコール直前で差し切り、重賞発挑戦ながら見事に重賞発制覇を果たした。この勝利で手応えをつかんだ陣営は、同じヨーク競馬場で行われるインターナショナルステークスに向かう。しかしここには、 プリンスオブ・エールズ・ステークスとキング・ジョージを制した、ポエッツ・ワードをはじめ、ドバイ・タフインフ・ハシャ・ベン・バトル、ドバイ・ワールド・カップ・は、サンダース・ノー、3歳以前でも、エクリプス・ステークスを制し勢いに乗れる、ロアリング・ライオン、A2000 ・ギニーを制し、エクリプス・ステークスでは、ロアリング・ライオンの2着に敗れた、ディープ・インパクト3区の日本産バサクソン・ウォリアー、アイ・ダー・ビーバ、ラトローブ、 サセックス・ステイクス・カチューマ・ウィズ・アウト・パロールなどが参戦。出走等数わずか8頭という小等数ながら、サンダリング・ブルー以外全馬が G1 馬という近年最高レベルのメンバーが揃い踏みした。前奏重賞こそ勝っているものの、このメンバーでは隠したと見られ、オッツもおよそ50倍のブービー人気と全評価も乏しかった。しかしレースでは、 道中最後方で足を溜めるとそこから末足を発揮、勝ったロワリングライオンにこそ離されたものの2着のポエッツワードには市場審査まで迫り、戦前の低評価を一転させる激走を見せた。このレース直後に陣営は日本のジャパンカップ参戦に前向きなコメントを発表し、秋の大目標をジャパンカップに定めた。この後は海外遠征を遂行。 スウェーデンで行われた G3、ストックホルムカップ国際に参戦。海外競馬初参戦となったもののここでは、格上だったため、力の違いを見せ一番人気に応え解消。異国の地でも、重賞制覇を達成した。さらにサンダリングブルーはカナダにも遠征。カナディアンインターナショナルステークスに出走し、ここでも有力馬の一頭に目され、 レースでも一旦は抜け出したものの大外から伸びてきた。同じく、イギリスから遠征してきたデザートエンカウンターに差し切られ2着に赤敗した。そして迎えた第38回ジャパンカップに参戦した際には、そのルックスの良さや供述するサンダリングブルーのバッシュなどの影響で、日本の競馬ファンからも注目を集める存在となり、本番でも単勝オッズ7番人気に支持される。しかし、 東京競馬場に集まった大観衆が出す歓声に驚いたり、勝ちタイムが2分20秒6というイギリスでは、考えられないほどの高速馬場に対処できず10着に惨敗した。2020年9月23日、レース中の故障により、予後不良となった。2018年9月頃に、ツイッター上に、スタンドからサンダリングブルーを応援している場所の、 クライブ・ウォッシュ・ボーン氏の姿を映した動画が公開されたが、そのあまりのテンションの高さが話題を呼び、一躍世界中の競馬ファンの脚光を浴びた。その様子は日本にも伝わり、前述したサンダリング・ブルーの人気上昇の一因にもなった。以下の内容、JRAVAN の情報に基づく。18年 JC 参戦、サンダリング・ブルーが英国で予後不良極馬プレミアム。 p.nikkanspoorts.com 2020年9月24日閲覧サンダーリングブルーリーブスメンジーアインショックアフターヨークステークススリラーレーシング TV2019 年3月3日閲覧 A インターナショナル S3 着のサンダーリングブルー陣営ジャパン C 参戦に前向き JRA VAN バージョン、ワールド、2019年3月3日閲覧。カナディアンインターナショナルフォーサンダーリングブルーアフター、フローレスファーストフォーリーンフォーホースレーシングニュース、レーシングポスト、www.racingpost.com。2019年3月3日閲覧。デザートエンカウンタースープス2ビートサンダーリング、ブルーインカナダ。 w w w s p o r t i n g l i f e c o m 2 0 1 9年3月3日へずら覧ジャパンカップ10着のサンダリングブルーババが早すぎたと調教師 JRA VAN バージョンワールド2019年3月3日へずら覧海外競馬2018年ジャパンシー出走の英国馬サンダリングブルーが死亡 netkeiba.com 2020年9月25日閲覧。レノン、アネット、イフディスビデオ d e o of Thunder l i ー、g b クライブチェアリングオンヒズスタートオースンティーメイクユーハッピーナッシングウィルピックドットツイッタードットコラッシュ CEUPXLBMSO レノノネット2019年3月3日閲覧。サンダリングブルー競馬データベース JRA VAN バージョンワールド2020年9月24日閲覧。ありがとうございます。